こんにちは、春風ツアーです。今回はクラクフにあるクラクフ国立博物館本館その1をご紹介します。まずポーランドの場所ですね。ポーランドはこの赤い六角形で囲んだヨーロッパの中央やや東寄りの場所にあります。そしてクラクフはポーランドの中では南に位置しているこの赤い丸がクラクフです。中央東側の赤い丸は首都ワルシャワです。今回ご紹介するのはクラクフ国立博物館本館その1です。このクラクフ国立博物館本館は1879年に建てられました。芸術の時代別に展示がなされています。収蔵品の総数は78万点を誇る非常に大規模な博物館です。どうして本館ってついているのかと申しますと、例えばクラクフの旧市街中央広場にある織物会館の2階に織物会館の分館というふうに全部で10の分館を持っているためです。ここが本館です。今回はクラクフ国立博物館本館その1をご紹介しました。